はい、皆さんこんにちは、りなです。今日は11月14日から販売スタートのりなやっとの新作商品の動画を撮っていきたいと思います。りなやっとフィットネスウェアを初めて知ってくださった方は、私が3年前から立ち上げてるフィットネスウェアブランドになります。ほんまにりなやっとのウェアは着心地めちゃくちゃ良くて、速乾性も吸水性も伸縮性も、もう全てが最強に兼ね備えられたフィットネスウェアになっております。で、結構その日本のフィットネスウェアって体型を結構カバーする感じの、体が大きく見えがちのトレーニングウェアが多いんですけど、りなやっとのウェアはボディラインがすごく綺麗に見えるように、シルエットが綺麗に美しく見えるようなデザインと、あとカラーバリエーションがすごく豊富になってます。こんな感じでくすみ系のカラーもあれば、ビビット系のカラーのウェアもご用意しております。ダイエットするイコールさ、運動するとか食事管理するとか、そういうことで体作りがどんどんできていく。で、継続するために日々ね、こういうおしゃれなウェアを着てモチベーションを上げて運動行くぞって頑張れるように、りなやっとのウェアを着ることで、あ、サイズちょっと落ちたかなとか、あれ体ライン前より綺麗に出てるなとかさ、りなやっとのウェアを着て共に体の変化を楽しんでいってもらいたい。で、しっかり痩せて綺麗な体作りをしていってほしい、いろんな方を笑顔に幸せにしたいっていう思いで、りなやっとのフィットネスウェアをずっと販売させていただいております。なので、女性は年齢関係なくさ、常に美しさを追い求めてさ、自分磨きをずっと頑張って生きていく生き物じゃないですか。だからダイエットを通して自分にしっかり自信を持って、さらに美しい人生を一緒に作っていきたいっていう思いで、私はね、ずっと SNS の発信とか、りなやっとフィットネスウェアとか、クムセのスリムフィットの販売とかをずっとさせていただいてます。なので、ぜひ今回の新作販売でりなやっとのウェアをゲットしてみてください。はい、ということで、今からね、新作商品の紹介をしていきたいと思います。オープニングからずっと着ている商品がジップアップジャケットになります。これが既存で販売している上下のセットがあるんですけど、それとね、セットアップで着ていただける商品でご用意させていただきました。今私もこの上下セットのね、ショートレギンスと一緒に着用してます。このりなやっとのショートレギンスなんですけど、ショートレギンスが苦手な方でもヒップのラインとかね、足のラインがめちゃくちゃ綺麗に出るようにデザインされてます。こんな感じです。このジップアップジャケットもスッキリとしたデザインで、体のラインを綺麗に出してくれるデザインになってます。めっちゃ伸びるし、速乾性もすごくいいです。相変わらずね、超もちもちな着心地のいい素材になっております。これから冬で寒い季節になってくるので、運動するにしても長袖のトップスっていうのは絶対必要かなと思います。こちらのジップアップジャケットはグレーとネイビーの2色展開でご用意させていただきました。ネイビーがね、結構ダークネイビーっぽい感じの深みのあるネイビー感になってます。で、このジャケットセットアップで着てもらうと、中脱いだ時にグレーでね、合わせて着てもらえるとすごく可愛いかなと思います。このね、指穴がついてるので、手をしっかりカバーしたい人、私ね、本当にりなやっとのこの商品多いのが、指穴が通せる商品が多くて、私はね、指穴通すのめっちゃ好きなんですよ。袖が別にまくり上がってこうへんし、トレーニングとかするときに、シャフトとかダンベル持っちゃうと結構さ、手が汚れちゃったり傷ついちゃったりしちゃうから、私は指穴めちゃくちゃ好きで、この商品がすごく多いです。手足が長く見えるのでおすすめです。で、ネイビーはこんな感じになってます。さっきのグレーに比べると引き締まった着こなしができるかなと思います。下のショートパンツと合わせてもらうとほんまに可愛くて、そう、しっかりね、メリハリのあるボディライン出せるから、本当にこのセットアップぜひゲットしてほしいなと思います。こんな感じです。めっちゃ可愛くない？マジで。でさ、今回さ、私がもうめちゃくちゃおすすめしたい商品なんですけど、ついにりなやっとから運動用でも使えて、日常のね、デイリー使いもできる、こちらのじゃん、ショルダーバッグが新作で登場します。
私さ、そのショルダーバッグとかのこだわりもめっちゃ強くて、ここのショルダーの部分でこう肩にかけた時にさ、ずれ落ちてきたり、なんかちょっとフィット感ないわっていうさ、ショルダーバッグって結構多くない？でもさ、このリナエットのデイリーショルダーバッグさ、ずれ落ちたりしてくる心配がないんです。私ほんまにガサツやから、カバンの中とか整理整頓できへんタイプなんですけど、これがさ、まず取り出しやすない？この前がね、全面もの入るようになってます。そこも便利やし、そこの手前にもポッケがついてるので、お財布とかね、入れてもらったら結構取り出しやすいかなと思います。あのメインの方はじゃじゃん、こんな感じで見開きもめちゃくちゃしやすいです。前と後ろどっちもね、ポッケがついてるので、本当に小物とかが多い人とかにはマジでおすすめしたい。めっちゃ便利やから。ちょっとね、あのパソコンは入るサイズではないねんけど、私ね、ジムにはいつもこの1リットルのボトルとプロテインのシェーカーを持っていくんですけど、この子も普通に入るから、このさ、2つのボトルが入るって結構良くないですか？こんな感じで、あのボトル2つが余裕で入る大容量のサイズになってます。で、この運動前のブースターね、アルビスとスリムフィットちゃんとかをこういう手前のね、ポッケに入れてあげるとすごく出しやすいじゃない？だからこれはジム用のカバンでもいいし、あの日常的にも使ってもらえるバッグになってるので、皆さんぜひゲットしてみてください。こちらのデイリーショルダーバッグは今回こちらの3色でご用意させていただきました。ブラックと空とグレーの3色になってます。で、次の紹介がこちらのカバースタイルアップブラになります。この子はリナエットのスポブラの中でもここのね、お胸の部分のカップが結構大きめになってるので、あのスポブラとか着用した時にお胸がちょっとね、はみ出しちゃうよとかって心配な方は、あのカバースタイルアップブラ着用してもらえたら安心して着用していただけるかなと思います。脇肉の食い込みが気になる方はぜひゲットしてもらいたいです。今ね、私体重が64キロぐらいあるんですけど、あの脇肉のはみ出しが全然ないからさ、これ安心して着れるんよな。ほんでこの子はさ、後ろのデザインがさ、めっちゃシンプルでこんな感じになってます。背中は結構開放的なんですけど、後ろの脇肉とかも全然気にならなくて、結構シュッとして着ていただけるから、あの全体的にお肉が結構はみ出しちゃうのが気になっちゃうよっていう方は、ぜひこのカバースタイルアップブラをゲットしてほしいなと思います。この前のお胸のね、谷間とかも見えにくくなってるから、結構上の方になってるからさ、でもあの首元の部分とかは全然窮屈じゃなくて開放的なので、スッキリして見えるようなデザインになってます。こんな感じです。めっちゃ可愛くないですか？ここにね、ロゴが入ってます。なのでこの子はリナエットのスポブラの中やったら、結構お胸のこのバストの部分が大きいデザインなので、お胸がちょっと溢れちゃう人とかはぜひね、この子を着用してほしいなと思います。で、次もね、トップスの紹介なんですけど、こちらのタンクトップブラが新作で登場します。この子はさっきのね、カバーアップスタイルブラに比べると肩のラインが綺麗に出やすいトップスになってます。こんな感じで全体的にしっかりとお胸をカバーしてくれる感じです。こういうタンクトップブラやったらジムでもね、前だけでトレーニングしやすいかなと思います。なのでスポブラだけでね、トレーニングするのがちょっと恥ずかしいよっていう方は、こういうタンクトップブラを1枚着てもらうだけで恥ずかしさがなくトレーニングもできるかなと思います。で、やっぱり T シャツとか着てやってると動きにくかったりするから、しっかり体を動かしていけるようにしていってほしいなと思います。で、タンクトップのね、このデザインも結構シンプルになってるので、あのスタイルもよく見せてくれるようなデザインになってます。ここの部分が肩周りをしっかり綺麗に見せてくれるデザインになってるので、タンクトップ着た時に結構腕が肉々しいなとかボーンって出ちゃうのが気になっちゃうとかっていう方は、このね、リナイトのタンクトップブラやったら綺麗に着こなしていただけるかなと思います。私も結構今肉々しさがあるんですけど、スタイルもね、しっかりよく見えるタンクトップブラかなと思います。こんな感じで、この子はブラウンとブラックの2色展開になってます。で、こちらのね、フィットブラトップは既存の商品で、あの新しく追加された新色の
カラーになります。ボルドー系の色なんですけど、これからの秋の季節にもぴったりのカラーになってます。さっきのね、このタンクトップブラと比べるとホルダーの部分が細めになってるので開放的なデザインになってて、しっかりとここのね、肩周りを見せたいとか鎖骨周りを綺麗に見せたいっていう方はこちらのフィットブラトップをゲットしてもらったらいいかなと思います。こんな感じでね、着ていただけます。このボルドーのカラーが結構落ち着いた雰囲気のカラーになってるので、そう、あんまりない色かなと思うので、ぜひこの子もチェックしてみてください。ついにリナットからウエストシェイパーが販売されます。イエーイ。私さ、結構そのくびれ作りとかっていうのは自分の努力で作ってきた派なんですけど、やっぱりね、こういうウエストシェイパーしてもらうことによってくびれのラインってめっちゃ綺麗に見えやすいんですよね。で、この子はね、締め付け感めちゃくちゃいいんですよ。そう、なのでトレーニングしてる時でもいいし、全然日常的につけてもらうのも OK です。まあ、ただそのウエストシェイパーずっとつけすぎも良くないから、ランニングするときにつけてもらったらいいかなって感じなんですけど、こんな感じでギュッと締めてもらって、この両側からしっかりとフッとね、はい、締めてもらえます。こういう子をつけてると肋骨とかも引き締まりやすいし、くびれもすごく作りやすいです。で、トレーニングしてる時にちょっと腰が痛いのが気になるなっていう方はね、こういうウエストシェイパーしてもらって、日常的からね、しっかりくびれ作りっていうのをね、作っていってもらえたらなと思います。じゃじゃーん。最後にね、こちらのリナットのダイエットサウナスーツ、ついに販売いたします。サウナスーツって結構なんかゴワゴワしたり、なんかブカブカで体が大きく見えちゃったりしちゃうイメージがあると思うんですけど、リナットのサウナスーツは体のラインをしっかり綺麗に見せてくれる、で、しっかりフィットしてくれる、肌に密着してくれて、で、隙間がないので熱を逃がさないです。なのでね、ほんまにこの子来たら体感温度30度かってぐらいなるぐらい汗めっちゃかきます。で、これからの季節やっぱり寒くなってきて、代謝がね、落ちて汗もかきにくくなってくるし、汗を流すことによってお肌もすごく綺麗になるし、あと代謝が上がってむくみが取れやすくなったり血行促進になったりするから、汗流すことってね、日頃からすごく大事なことなんですよ。日頃からあんまり汗かかないよとかっていう方はぜひこのサウナスーツを着てね、有酸素運動してほしいなと思います。高いエステとかマッサージとかね、行く必要ないし、そう、しっかり自分の体を動かしてね、ダイエットしてほしいなと思って今回ご用意させていただきました。ちょっとね、この子を着るとほんまに数分で汗かくから、もう着た瞬間から肌にしっかり密着して、もう熱が発されてるのが分かるんですよね。ぜひね、皆さんにもこれゲットしてほしいです。もう今着てるだけで体感があったかくなってきてるの。こんな感じになってます。体にしっかり密着して、サウナスーツやけど体のラインめっちゃ綺麗に見せてくれるデザインです。こんな感じです。サイドにね、ポケットがついてます。なので携帯とかね、鍵とかも収納しながら有酸素運動できるので楽かなと思います。中はね、こんな感じの素材になってます。で、ロゴがね、こちらの左のポッケのところについてます。この冬はね、リナットのサウナスーツを着てダイエット一緒に頑張りましょう。はい、今日はこんな感じで11月14日から販売のリナットの新作のね、紹介をさせていただきました。今回もね、皆さんにいい商品をお届けできるようにご用意させていただいたので、年末年始のね、ダイエットに向けてリナット着て一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。